これより薄墨桜可否建立除幕式を始めさせていただきます。まずは世襲代表いたしまして石原純子より皆様にご挨拶をさせていただきます。まずはご来賓の皆様、そして石原純子応援団の皆さん、そしてたくさんの方お越しいただきました。本当にありがとうございます。はい、本当は今日は雨予報だったんですけれども、お天気雨も上がりまして、そしてメインの薄墨桜も満開でございます。こんなシチュエーションで、今日除幕式を迎えられますことを本当に心より嬉しく思っておりますし、また皆様にも感謝しております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。薄墨桜は岐阜県の宝であります。そして池田町生まれの石原純子さんも岐阜県の宝であります。岐阜県の宝物と宝物が一緒になって薄墨桜という歌が誕生しました。この日を迎えられましたことを皆さんと一緒に喜びながら、来年はこの地で石原純子薄墨コンサートを皆さんと一緒にやりましょう。可否をですね、ここに建立していただきましたので、これ私ども観光のスポットというふうにこれからなりますし、またここに来られた時には薄墨桜と一緒になってですね、元気をいただけるパワースポットのようなね地になるんじゃないかというふうに思っております。本当に、こういったものを皆さん方のお力で、購入していただきますと重ねて、感謝を申し上げ、そしてまたこの後このしっかりと可否をまた我々の力でまた保存していきますので、どうぞまたその度ごとにですねお越しいただきますことをお願い申し上げて、簡単ですけどもお祝いと御礼のご挨拶に返させていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。一つこれからもこの薄墨桜をテレビでもっともっと歌ってもらいたいなと大変に思うんですよ。どうでしょう。はい、ということでお祝いの言葉に返させていただきます。おめでとうございました。お会いしたのはまだね数年前ですよ。石原さんのあの声ですね、で会ってみると素晴らしい才色兼備の歌手でございますし、いやいや恥ずかしがらなくていや素晴らしい歌手だなと、これからますますこれを機会に歌を充実されて活躍されることを祈ってご挨拶にしたいと思います。皆さんおめでとうございます。ご準備のほどいただきまして、合図によってご来賓の皆様と共に可否の除幕に移ります。それでは皆様よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。お話にもありましたけれども、この可否を作ろうじゃないかというお話をファンの方々からいただきまして、それが去年おととしの夏ぐらいでございました。私の中ではまず立つことがどうだろうかとか、あとは立てるまでに多分 4,5 年はかかるんじゃないかなということを思っておりましたけれども、こんなに早く、しかも満開の中でお天気も良くてたくさんの方々に見守っていただいてこの除幕式を迎えることができました。私も歌手になりまして今年36年になります。計算しないようにしてください、ね。でも、そんな中こうやって歌手として生きた証が私のふるさとに残るというのはもうこれ以上ない幸せですし、
またこの歌詞も、母を思う歌なんですね。この凛と咲く、桜の姿と頑張って生きた母の姿を重ね合わせた歌になります。もう母は今からもう28年前に他界しておりますけれども、母が生きた証をここに残せたということが、私にとりまして最大の親孝行ができたんじゃないかなと思います。これが、元寿司の方が撤去しない限り、永久的に、残るのではないかと思われます。これ以上ない、幸せを本当に今日かみしめております。皆様のおかげです。応援団の皆様も本当にありがとうございました。ご協力くださいました皆様、本当にありがとうございます。そしてお集まりくださいました皆様も、これからもどうぞ見守っていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。後で皆さんよかったら、今回直筆の、書を書いておりますのでご覧いただきたいですし、また裏は寄付をしてくださった皆様のお名前も刻ませていただいておりますので、ぜひゆっくりとご覧ください。ではそれともう一つ、可否だけではなくてボタンを押すと薄墨桜が流れるようになっておりますので、今日はずっとつながるように皆さん押すようにお願いいたします。では第一号として押させていただきます。はい、こうして薄墨桜流れている間に記念撮影をさせていただこうと思いますので。